とはまあ助手席に実は秘蔵パーツが、秘蔵パーツ、はい、まだあるんですか。乗ってるんですよ。はいはいはい、ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっとまあ小分けた時になんか見えるわけですか。そうです。はせーの、あらほしませる。WRX VAB ですね。はい、はい、まあ、これから、詳しくね、はい、見せていただきたいなというふうに、はい、思ってるんですけれども、はい、ちょっと見たところですね、はい、こちらの、 あの VAB、これは可変バルブの漏炎の枕、そうですね、それから BBS のホイールがハマってるまあただの D 型ですね。そうですね、ただの D 型です。どこがただの D 型やねみたいなねそうですね、ただの D 型なんですけども、いやいやいや、これはねちょっとね、私あのまずそこをねちょっとこう目についたんですけれども、はい、いやちょっとねこれはあの皆さん見応えがあると思いますので、はい、じっくりね、あの、はい、今からね、トチンコの解説でちょっと、はい、お聞きしてみましょうか。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします、はい、どこから、はい、あの説明してもらってもいいんで。どこから、はい、難しいですね。まあ一番最初ケツからいきましょうか。じゃあまあ、お尻はちょっとごめんなさい、エンブレムぐちゃぐちゃなったんですけど、まあこれもらい物カーボンのやつつけたりとかして、あとはテールは確か V ランドのやつで、まあこれも知ってる方から譲っていただいたんですけど、まあそれもつけたりですか、ちょっとまあこんな感じで流れたりだとか、はい、こんな感じで流れるようなウインカーのやつで、あとはもうフォグがチャージスピードのフォグに変わってます。実は実はそうなんです、ですね、変わってたりとか。このフォグは、はい、夜どうでしょう、後方の車から迷惑にならないぐらいの、はい、こうまあ落ち着いた色味なんですか。結構明るいんでしょうか。多分ね迷惑だと思いますだからつけないですね基本は。もうあるわけですね。はい、もうほとんどつけることはないです。本当にこの見た目のところで気に入ってつけてる感じですね。あ、そうなんですね。はい、はい、でマフラーかな、来ましたねマフラーですね。これがまあローウェンの可変バルブ付きの、はい、まあ、マフラー レーシングスペックなんですけども、正直まあうるさいで、まあやっぱ閉めたら閉めたですごいジェントルな音になるんで、はい、音の差っていうのはすごい変わるかなと思うんですけども。そうですね、普段はどうやって走らせるんですか。もう全開ですね。ちょっとね焼けが変わっちゃうんで、そうなんです、ちょっと焼け方が全然変わっちゃうのが嫌で、僕ずっと全開で走ってるんですけども、もう基本は開けてで、あの家帰る時とか、はい、そういう時だけやっぱりそのあの閉めて、はい、やったりはする。あとコールドスタートの時とかね、ということですね。はい、なるほど、まあ、乗り味も変わったりはする。まあ閉めた方が若干トルクが増したりだとかっていうところもあるかなとは思うんですけども、はい、まあ、基本的にあんまりそこまで深く考えて乗ってないっていうのが本音なんで、なるほど、ね、音だけ楽しんでる感じですね。はい、はい、まあね、オープニングを聞いていただいた通りすごいいい音ですよねありがとうございます。はい、はい、ね、開閉の音と聞き比べでもしてもらえれば。はい、それではですね、可変バルブ付きのローエンのマフラーをですね、実際にエンジンをかけてですね、解説をしていただきたいと思います。引き続きトチンコどうぞよろしくお願いいたします。我々はですね、マフラーの方にこう移動するんですけれども、こちらね、通りすがりの方にお願い、我々ねちょっとお願いしまして、ちょっとエンジンをかけてもらえませんかということを言いましたら、心よく受けてくださいました、はいはい、あ、どうもすいません、今日は突然に、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いいですか。あ、すいません、ありがとうございます。いいっすね。はい。一応まあこれが開始全開で4本から全部排気出てるんですけども。そういうことですね。これ、はい、我々の声ちゃんと入ってますかね。結構な音ですよ。そうですね。ちょっと音量は、はい、まあ。
そうです ね, ねちょっとまあまあご想像にお任せということにしておきましょうか。そうです ね, ね、はい、ちょっと我々は極端に言っております。演出のためね。はい、はい、で今これがリモコンですか。そうですね、これリモコンで、はい、こっち開くなんですけど、なぜかこっちを押したら閉まっちゃう。あ、一応排気が2本こ、こっちこっちやと思うんですけど、こっちとここが止まっちゃうんで。あ、そういうことですか。になっちゃうんで、これで一応もう一回このボタンを押すと、はい、これで開きます。あ、開いたと。はい、はあ、一応4本全部出てるんですけど。いうことですね。はい、はいはいはい、っていうような。なるほど、まあ、回せばすごく心地いい音が。エアロ関係なんですけども、はい、まあ、純正と言いつつも、まあ、たまたま譲っていただいた。これは、ね、はい、もう見る人が見たら分かるんじゃないですか。まあ、分かるかもしれないです、ね、ちょっとまあ、はい、色はね、塗ってないです、このままです。はい、ということは、ということは、まさかの、まあ、前まで行っていただければ。ちょっとゆっくり行きましょうか。はい、ちょっとここら辺まで来ていただいたらもう好きな方には分かるかなと思います。あれね、ちょっとまあエンブレムは前のオーナーさんの貼りっぱなしなんですけども、はいはい、だらら、はい、これはどうも、はいはい、そうです、ちょっと K2 ギアさんのパーツ何もついてないのがちょっと心苦しいんですけど。これ貼ってんですか。元の人が貼ってて、ちょっと僕外すに外せない。そうなんです、いや外したいんですけど、剥がしたらどうなるか分かりませんもんね。ちょっと怖いんですよね、だからまだ剥がしてないんですけど。なるほど、はい、っていう、まあ説明が遅れましたが、S208 の純正のそのフルエアロのところを、まあ、その知ってる方からお譲りいただいてつけてるっていうところですよね。はい、ということですね。はい、いいですね。一応、まあそこのサイドから全部後ろは別に塗装したらどないでもなるんですけど、やっぱなんせこのリップのここのエアロ、はい、これはもう本当にこの S208 の唯一無二のデザインなんで、すごい気に入ってるポイントですね。いいですね。はい、はい、すいません。そうですね、であとはまあ BBS いましたね。そうなんですよ、ちょっとこれは当初からまあまあなんかこれを買うつもりではなかったんですよね。ちょっとなんかストーリーありましたよね。ストーリーはありました。ありました。ちょっとね、実はもともとは白のアドバの RG2 を履いててしたんですけども、はい、まあちょっとぶつけてしまいまして、はい、でちょっとホイールがひしゃげてしまったんですよ、で、まあ、ショップの方に直らへんって言われてしまって、はい、でもうもともと欲しかったホイールって言えば BBS だし、その時は高くても買えへんわって言ってたんですけど、はい、買うかと思って、なるほど、まあ、思い切って、はい、まあ、参考にする人もいたんで、つけてる人がいたんで、結構、もうこれ買おうと思って、はい、もうその場で買っちゃいました。なるほど、でつけてるっていう。でまあナットは前のままで極限ナット、はい、競泳の、はいはいはい、つけてるんですけども。なるほど、そういうとこですかね。まあ、はい、ちょっとまあ白ホイは気に入ってたんですけどね、はいはいはい、まあ、BBS は BBS でちょっとこう見た目がシックに仕上がって、まあ、大人な VAB を見 見せてくれるところかなとは思いますね。そうですね、はい、私もね白ホイの時はちょっと実写見てなかったんですけど、写真で見る限り、はい、すごく軽い車体も全体的に軽いイメージ、はい、それからね、もう出だしもいいようなね、はい、なんかそういうなんかイメージありましたね。そうですね、ちょっと見た目はすごくかっこよかったんですけど、まあまあホイール変えて変わったところって言ったら、やっぱり白ホイなんで、前の時はむちゃくちゃ洗車してたんですよ、はい、もうずっと週に1回もう何回洗車すんねんっていうか洗ってたんですけど、BBS になったらね、はい、分かんないからもう洗車しなくなっちゃって。あ、なるほどね、その汚れがあんまり目立ちませんもんね。そうなんです、ちょっと、はい、今日はちょっと洗車してずっと置いてたんですけど、綺麗にして、はい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 、はい、そうなんですよ。はい、今日はね、偶然にと隣に、はい、S4 止まって、あ、あれも、なんか BBS ですね。あれも BBS ですね。誰ですかね。あれね、誰でしたっけ。今日はね、実はね、夢のそばっていうところでね、はい、ちょっと取材をね、はい、そうですね、とちん君とね、はい、させてもらってるんですけど、はい、まあね、ちょっと気づきませんでしたけど、ちょっと隣にね、ちょっとなんか控えめになんかこうね止まってますね。そうですね、はい、何でしょうあれ。でもどっかで見たことありません。どっかで見たことありますね、はい、どっかで見たことあるんですけど、誰だったかな。これね、もっともっと純粋な頃に僕愛車紹介した記憶があるんですよね。
そうですね、はい、なんか僕も動画見たことある車と似てるなとは思うんですけど、あれでしたっけ、はい、ね、あのこれ YouTube 見てくださった人ね、この車は誰だっていうのをね、あのちょっとこうあのコメントいただけたら嬉しいです。、はいはい、ちなみにホイールはあれを見て参考にしましたよ。ああ、そうなんですね、はい、実はなるほどなるほど、はい、こうね、ちょっとね撮っときましょうね、かっこいいですね。そうですね、かっこいいですね、はい、ね、はい、もうねこれですよ、はい、もうね、レーシーな見た目でね、仕上がりもバチバチですよね。そうですよね、はい、はい、かっこいいですよ。GT ウィングもね、ねえ、センター、ついてね、はい、センターですよ。そうですね、はい、珍しい。すごくね、はい、オリジナリティ溢れる、ね、溢れる、はい、はい、そうですね。いいですね。かっこいいですね。はい。はい、で、あとはまああれですね、僕の車かな。戻りましょうか。戻りましょうか。ね、はい、はい、もうあとはもう正直、もうボンネット開けてなんですけども、はいはい、まあただの純正。ただの純正ブリッツの GTR をつけてて、はいはい、一応まあまあ車高調つけた理由が別にそのつけるつもりはなかったんですけど、はい、まあ、タイヤがなんせホイール変えた時にはみ体になっちゃうっていうところがやっぱりダメだなと思って、あと調整するためっていうものもあったわけですね。そうですね、まあ今後その車高を落としたいってなった時も落とせますし、はい、と思って入れたのがまあこの車高調です。なるほど、はい、じゃ減衰もこの上で調整できるんで、はい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 、一応リアも後ろでトランクとかに穴開けてこういうのが出てるんですけど、はい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 、それでまあ調整ができたりするんで、すごい個人的には楽な感じで減衰調整ができるので、はい、気に入っております。なるほど、はい、いいですね。もう、はい、あとはまあここにキノコ栽培してて、あ、本当ですか、はい、ちょっとね、合法ですか、多分合法とは聞いてるんですけど、はい、そうですか、はい、ちょっと、はい、まあまあそういう悪いキノコではないんですけど、悪いキノコ、はい、普通にちょっとね、納車した時くらいからキノコ育てて、はい、そうですか、なんか運転してて気持ちよくなるとか、なんかハイになるとか、そんなん大丈夫ですか。あ、まあちょっとそれはありますね、それはまた別問題ですね。それはまあまあ、はい、多分法には触れてないとは思うんですけど、はい、まあ日陰じゃないと育たないんで、ちょっとカーボンのボックスつけて、はい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 、でまあまあ吸気効率を上げてちょっとっていうことですね、はい、なるほど、これはゼロスポーツ、そうですね、あの一応これつけた時に ECU も一緒に、はい、はい、しております。カーボンなんですね。これカーボンです。一応確かドライカーボンだったような気がするんですけど、僕もちょっと忘れちゃいました。なるほど、はい、サクソンパイプの向こう側に、はい、わかりますかね、ちょっとね、ここにね、はい、いるんですよキノコが、はい、ね、はい、きちんとそのそういう意味ではボックスをつけて、そうですね、されてるところも、はい、まあね、あの考えもそうです、いい考えですよね。そうですね、ちょっとまあ吸気効率を考えた上で、はい、やっぱりつけようかと思ってつけてしまいました。はい、いいですね。そうなんです。じゃあということはコンピューターもいじられたりとかしてるんですか。そうですね、一応コンピューター、はい、ECU も一緒にセットでチューニングしてもらってるんで、そうなんですね、一応もろもろその辺のセッティングはされています。はいはいはい、でまあリミッターもなぜか切れちゃったっていうね。なるほど。僕別に切らんでもそんな飛ばさんからいいのにと思ったんですけど、まあ切れてる、まあ、メーターありますもんね。まあまあ、はい、そうですね、別にまあまあそんな飛ばすこともないしと思いつつも、はいはいはい、まあ切れちゃいました。なるほど、はい、そうですか、はい、そうですね。まあサーキットは行かれないとおっしゃいましたけど、はい、どうでしょう、なんかここまで行くとちょっとこう今後行くようなこともありそうでしょうか。まあ、行くことも一応考えてはいるんで、まあ、はい、壮行会とかにも誘われたりすることもあるんで、はい、どうですかっていうのは言っていただけるんですけど、なんせ車壊すのが怖くて、なるほど ね、 そ、 うね、それがちょっとね踏ん切りがつかないって、はい、僕のちょっと、はいはい、まあヘタレなとこではあるんですけど、いやいやいや、もうね、はい、本当唯一のこう一台といいますかね。そうですね、はい、ちょっとその辺がやっぱりどうしても勇気が出ないっていう、まあ走ってはみたいっていう思いはすごくあるんですけど ね、 ありますよね、やっぱり夢ではあるんで。そうですよね、はい、あ、なるほどなるほど、そうですね、そういうことですね。まあ、まあこんな感じで、他はもう本当にただの D 型、ただの D 型です。ただの D 型で、ね、はい、ちょっと私トチン君がそういうふうにツイッターで書いてるもんですから、私はそれに乗っかっちゃって、はい、ちょっと、はい、いじったわけなんですけれども、はい、ただの、はい、僕はずっとただの D 型、ただの D 型でしたね、はい、本当そうですね。そうですね、はい、ただの VAB D 型ファミリーカーだと思ってますんで。なるほどね、はい、はいはいはい、そうですね、本当ですね、はい、はい、そうですね、皆さん参考になりましたでしょうか。はい、で
で、まあまあそうですね。あとはまあ助手席に実は秘蔵パーツが。秘蔵パーツ、はい、まだあるんですか。持ってるんですよ。はいはいはい、ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっとまあ小分けた時に何か見えるわけですか。そうです。はよいしょ。あ、誰か乗ってますよ。はい、これね、乗ってないとね、ブーストかかんないんで、プーストかかんないんで乗ってるんですよ。ちょっといつもプーさん乗ってますね。そうです、プーストかかんないんで。プーストね。はい、なるほど。これないとちょっとね、この車ちゃんと走ってくれないんで。2キロぐらいかかってるんですか。これかかりますね。そうです。はい、普段はね、はい、プーさんずっと横にめちゃくちゃ、はい、はい、シートベルトちょっとバッチリですよ。これそうですね、ちょっとやっぱつけとかないとね、言うこと聞かないんでね。ちょっとまあまあそうですか。そうです、もう本当に全然言うこと聞いてくれないんで。いや、これ見てくださいよ、めちゃくちゃ可愛いですよこれ。そうですね、これ、そういうことですか。はい、これはすごい。そうですね、まあ これが一番高そうですね。効果ありそうですね。これね、500円くらいです。500円くらいで UFO キャッチャーで撮りました。なるほど、はい、はい、そうなんですよ。あ、いいですね。はい、まあ残りはもうほとんどカスタムしてるところっていうのはあんまり、はいはいはい、まあ、シャークフィン変えてるくらいですかね。はい、あ、なるほど。黒に変えたくらいで。黒ですね。はい、はいはいはい、ちょっと車体移植にどうしてもちょっと面白くないなと思ったんで。なるほど。あとはまあちょっと塗装剥げちゃってるんですけど、カーボンのドアミラーカバーをつけてる。あ、そうですね。とこですね。なるほどなるほど。はい。まあその辺以外は。ただのね、RAR の、 カーボン の、 はい、カバーもね、出ましたけど、あれちょっと高いですよね。あれはね、はい、もう値段見えないですよ。無理と思って、はい、どうなんですか、あれ買うならちょっと他のもん買っちゃいそうですね。そうですよね。手立っちゃいそうです。はい、いいんですけどね、もう今年は、はい、はい、まあこんなとこが僕のただの D 型です。はい、何度も言いますけど。いやいやいや、なかなか綺麗に。はい、乗られて。そうですね、はい、いいじゃないですか、まあ、はい、はい、ありがとうございます。はい、トチン君、今後何かご予定とかありますか。一応今ちょっと、まあやってるパーツっていうのはあんまり誰にも言ってないんですけど、このヘッドライト。ヘッドライト今ちょっと知ってる方に、まあ後ろの S4 の方の紹介なんですけど。はいはいはい。一応知り合いですか。あ、そうか、栃木君も知ってるんですか。そうなんですよ、知ってるんですけど、はいはい、ちょっと顔忘れちゃって。あ、確かなんか兵庫県の北の方にね。そうですね、ちょっといたんで。まだあのね、はい、雪で来られないのかなと思ったんですけども。そうですね、今なんか来られてますね。元気そうにね、はい、走ってるみたいです。なるほどね。っていう人の紹介でちょっと今ヘッドライトをワンオフで作成してもらってるところで、まあまあまあ純正なんですけど、一応4月から5月目安くらいで付け替えれたらいいかなっていうことを考えてます。そうですか。はい、どうですか、もう大きく変わるんですか。いや、もう基本的に純正のヘッドライトをワンオフで加工してもらうんで、そこまで大きくめちゃくちゃ変わるかっていったら変えるつもりはないんですけど。そうですか。まあ、ただただちょっと特徴あるような感じですか。はい、そうです ね、 ただこのヘッドライトを綺麗に置いときたかっただけなんで僕。で、なんか純正つけるのもなと思ったんで、ちょっとそれで今回お願いして作っていただいているところではあるんで。そうなんですね。はい、そうなんですよ。まあ、あとはちょっと、まあ、GT ウィングつけるか、ダックテールつけるかでずっと今まだ悩み続けてるっていうところでは、はい、あるんですけど。はい、今後はその辺で、まあもしかしたらなんかむしゃくしゃしてやってるかもはしんないです。はい、むしゃくしゃしたらやるんで。なるほどね。はい、そうですね。今日実はね、3月の13日土曜日の、今日ね、撮影なんですけど、はい、はい、今日と明日、神戸市で、はい、スバルフェアが、はい、開催されてるんですけれども、なんちゃらワーフ、ね、サンシャインワーフ神戸ですね。そうですね、はい、トチンコもなんか初めて、そうですね、今回行くんですか。14日にちょっと明日に行こうかなとは思ってるんですけども、まあ、そこで衝動買いしないようにちょっと ちょっとね、はい、瞑想してきます。はい、そこでね、いろんなものを見てね、そうですね、なんかときめくものがね、はい、見つかるかもしれませんね。そうですね、ちょっと本当に座禅組んどかないとむしゃくしゃして買っちゃうんで。ちょっと座禅組んでから行きます。はい、はい、はい、ありがとう。これからも大切にね、そうですね、されてください、ね、はい、はい、すいません、はい、
はい、今回の愛車紹介、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォロー、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。